どうも、花宮ネクです。鏡のマジョリティアをやっていくぞ。4日目、大胆。モッキーと大人の遊び。ロボタイガくん、めちゃめちゃ困り眉してる。コンモッキー、コンモッキーってなんだ。へえ、動画配信か、子供モデルかなんかだと思ってたけど、収録だの炎上だのって配信のことだったのか。1年続けてる？配信だけで登録者200人、すげえな。アクティブ数多そう。しかし800戦無敗のタイガくんが出演するってのにそんなに話題になってないか。もしかして意外と知られてない。大会出場経験ないしな。チャットのありそう感すごいな。何らかの再現度が高い。こうして見ると目の下の線ががっつり出てんな。あれは化粧なのか、ロボ娘によくある線なのか。顔どころか名前も地域も隠す気なさすぎやんけ。モッキーもお母さんもネットリテラシーがなさすぎる。うわ、キモ。ぶっきらぼうな口調がガチ感出てて怖いわ。普通にハラスメントかなんかで通報した方がいいと思いました。お母さんが常にチャットを見張ってるのね。子供の趣味をサポートしてるのいいお母さんやね。うわ、どうした？怖いからやめて。モッキーちゃん、常々目にハイライトないなと思ってたけど、闇が見えたな。今のいつもの助かるって流せるリスナー好き。イマジナリーお姉ちゃん、さらに闇が濃くなってきたか。露骨。監修してるお母さんのラインがわかんねえよ。これはアウトじゃないんか。
ロボタイガくんは思い当たらなかったか。よかった、博士とやらの方がラインがしっかりしてるやん。どうせすかされると思うんだが、実際はなんだ。今まで出てきた単語にクスはないはず。全然わかんねえ。多分ないぜ。ミックス、記憶登録すらされない謎の単語、よくわからんが、さあ、始めようぜ。ああ、相手のカードを使うフォーマットなの？カードを取った取られたで揉めそうだし、大人同伴は納得ね。山札を入れ替える。ハースストーンとかのデジタルでやるやつやん。紙のカードゲームでやることじゃなさすぎる。初期手札5枚で完璧に動くのをやめてほしいのですが、デッキ交換した意味ある。あ、私もチーツクを引いた。そうか、このルールなら私もパワーカードを使えるんだ。しかしこんなにジェム加速したのに全く動けません。チーツクが使えるとは思ってなかったから。負けたぜ。まあルールは分かった。あとは積み込むだけだ。最初の5枚は強カードで固めて、6枚目以降は全く使えないカードを詰め込みました。さあ始めようぜ。しかしデッキを交換するってことは、モッキーちゃんの AI が私のデッキのカードに対応してるってこと。めちゃめちゃすごくない？チーツクでジェムを出し切って、熟練の冒険者ガゼルを召喚。おなじみの速攻大型クリーチャーですな。赤は青も虚無も攻撃対象に取れないから、赤のスタンプマンを攻撃するしかないか。このターンに敵クリーチャーを一体は倒さないと負けってのが怖いところ。なんて押し付け力の高い魔女なんだ、土の魔女。お、ヘイストアタックの説明してくれてる、助かる。常時先制攻撃だと思ってたけど、次ターンのみ先制攻撃か。オケオケ。でも有利相性だと元々ダメージ食らわないし、同色同士の戦いで殴る時だけ有利ってこと。役立つ場面が少なすぎるな。次弾の中型クリーチャーも2体召喚できたんで、これで盤面は完全に有利を取れたはず。覚えはないんだが、ああ、土の魔女は相手よりも先にフルパワーだったね。
私がフルパワーになったからか、前もこれでびっくり勝利したっけね。え、閉じ込められた？罠か、